れないってさ、毎度のことだけどね。ガランとした部屋は何にもなかった。顔で知らんぷり。これからどうするんだい。カチッ鍵をかける音。階段二段飛ばしで駆け降りて、今捨てたゴミ袋開けた。駅までの帰りは吐く息も真っ白。ポケットに入れた手をぎゅっと握りしめてみる。ぎゅっと握りしめてみる。線も入ってない便箋、ちょっと斜めに傾いた字。私は洗濯物たたんで、パチリた静電気。今日と同じくらい寒い冬の日、その表紙に思い出すの。喧嘩してもうさよならって君が言うから、うなずいた。私より君のがまつげ長いね。震えながらアイスを食べた。夜中に起きて電話をかけた。笑うどころか泣きたいくらいだ。20年後の僕は今、駅までの帰りは吐く息も真っ白。ポケットに入れた Thank you.